かれることもなく別の脇線で抜かれることもないので、多分時間調整のために止まってたんですね。出発だそうです。当然音もなく出ていきます。なんかやっぱかっこいいね、新幹線。ここに来るともう新幹線は E7 系ばっかだけじゃないですけどね、まあ多いですよね。